俳優の山崎賢人、サキ、正しくは、タツサキ、が、9日放送の日本テレビ系バラエティ番組、1億3000万人のショーチャンネル、毎週土曜夜9時、に出演。番組内のネーミングクイズを次々と当ててみせた。この日はお笑いコンビのマジカルラブリーが、老舗食品サンプル会社に潜入。SNS で話題となった、食品サンプルを使ったコンクールアート作品をタイトルを当てるクイズ形式で鑑賞した。例えば本物そっくりのピザが帽子の形をしているもののタイトルは、こちらもある意味ピッツァハット、ポテトチップスが恐竜の骨の形をしているものは、ポテチザウルス&トリケラチップス、と、食品サンプルの高度な技術を使いながらも、くすっと笑える作品ばかり。ロケ動画をスタジオで楽しそうに見ていた山崎は、そのうちの一つのタイトルクイズに突然挑戦することとなった。山崎が見せられたのは、魚の味の体がところどころパズルの形で外れた状態でまな板の上に置かれている作品。ある、持ち時間たった10秒の中、山崎は、パズル、パズル、ジグソー、ジグソー。と口早につぶやくと、味、あ、味グソーパズル、と、回答。答えは、味グソーパズル、で大正解と突然のクイズでも頭の回転の良さを発揮した。また、マジカルラブリーが考案して作ってもらったという氷の中に焼いたホッケが入っている作品名も、アイスホッケー、と見た途端に浮かんだ様子で、勘の良さでスタジオを驚かせた。山崎の勝負強さにネット上では、ケントくんの意外なクイズ強さ、ケントくん頭の回転早い。びっくりしたどうしてすぐわかるの、答えるまでのスピード感すごい、など、山崎の勘の良さが話題に。また、番組がロケ動画中心だったため山崎が口を開く場面がほとんどなかったものの、ずっとワイプでは抜かれていた状態だったため、イケメンをずっと見せてくれるの嬉しい、ケントくんの表情がこんなに見られるなんて、惚れた、など、そのイケメンぶりに改めて惚れ惚れした視聴者の言葉も書き込まれていた。